切った張ったの戦の時間ってね。貴様、私が何者か知った上での愚行か。ああ知ってるさ、豊臣のサワンだろ。なぜ私に刃を向ける。豊臣にあだなすつもりか。あんた相当腕が立つそうだな。それに冷酷だ。あんたなら俺を殺してくれるだろう。無慈悲に、無残に、容赦なく。貴様は私に殺されたいと。あれ、なんで俺、死を拒絶するくらいなら初めから挑むな。怖くなんかねえよ。あの日のうのうと生き延びた俺が今さら死ぬのを怖がるなんて、そんなのイカ様すぎんだろう。貴様の心情など知る由もない。秀吉様のために死ねる私には縁なき話だ。秀吉、豊臣の大将。あんたずりーよ。それあんたみたいな生き方を俺にもさせてくれよ。揺るぎない心、どこかあの男を思い出させる。貴様、名を何という。ひよ、いや、左近、左腕のそばにいる男、島、左近だ。あれは豊臣のもの、つまりこちらの覇王暗殺、その企てはすでに露呈しているのだな。勝家、あんたは俺を知らねえかもな。よっと、だっと、敵中。ん？申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。またも損じてしまった。もはや信長様より死を賜るは確実。けど俺はあんたの身を朽ち取るよ。かくなる上自害して果て、お詫び申し上げるほかなしか。あの頃はどん底を這いつくばってた俺は、あんたをずっと見上げてたんだ。あなたがいくらあがこうとも織田の外家に変わりはない。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。先遣隊の到着です。助かった。勇士に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。の消し止められただと。勝家、早く黄泉の狼煙を出さんか。だがその前に、今一人この侵入者を夜道の友連れとしよう。正直妬みもしたよ。殺してやりたいくらい。それほどあんたは眩しかった。夫人の再構築、確かに承りました。
抵抗か。形だけでもしておくべきか。先を得たいなら勝て。酷な話とは思う。あなたもかつてはさぞや恵まれていたのだろう。いや、失礼だった。まず。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。それからでも遅くはない。それからでも遅くはない。だから俺は今のあんたはほっとけないんだ。ズナだ、ズナをかぶせ。今以上の煙を高めては命取りよ。なんとも異なる身のこなし、目も追いつかぬ。何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。もうすぐだ、きっともうすぐ本体も。信長様の存在こそ今が乱世であることの証明よ。いつかこの刃にも九十九神が宿るのだろうか。野心など抱かぬに越したことはない。あなたがそれを抱くのであれば心より蔑もう。勝家、見えるのか。この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。あんたは藩か長か。入ります。へっ。私、俺、なぜ私が動かなかったか。死にゆく味方を助けろと命じられていないがゆえ。何この負のオーラ、想像以上に散んじゃってるよ。これ今さら生き恥を上塗りしたところで嘆く未来もないが、撃たれろとは聞いていない。何より私は散りゆくとのまま終わりたくはない。私にもケサラボサラほどに。やはり私は私はお前のようには勝てないのだ。なんで最初から諦めてんだよ。勝ち目のねえ博打も人生もこの世にはねえっつの。
見てみ勝家、あんたが上手じゃん。私の勝ち。そうよ、軽いもんだろ。どんなに明日が見えなくても一歩踏み出してみりゃどうにかなんのさ。行くぜ勝家。どこへ。あんたが明日を求められる。昔を振り切れる大博打を打ちに行くのさ。どうよ勝家、嬢さんは。お前が誘った博打だぞ。だがここまで来ててめ坊主となる気もない。分かってんじゃねえの。大丈夫、若い二人の運は伊達じゃねえってな。いつになく上機嫌だな帝よ。あのアコードが今一度心を燃やし大元のもとへたどり着いたのだからな。さあ盛大に迎えようではないか。ここは将軍義輝公の御所だな。ご名答。じゃあ一発かますぜ。かます。完全なる男帝へ、あとわずかの時だ。しばしそこで待っていてくれたまえ。あしからぬ趣向だな。せっかくだ、君の少し付き合ってやるとしようか。あのお方は底なしの器よ。それゆえに満たされはせん。道楽橋の暗部の王とそしらはそしれ。見事引き当てた K へのね。 K には風魔を送ろう。果てとなり果ててくれたまえ。さひれ、それではまるで褒美ではないか。まあそれはさておき、次なる種目はと。他の千万すら乗り越える気か。身の程知らずめ。あのさ、もっとガッて来てくんね。よっ、なお一層燃えたぎれ友よ。その熱風が世をさらなる高みへと吹き上げる。おっと風魔さん、ご苦労様です。伝説の忍び、かの真田とクマラか。これは願ってもない。あやかす者同士、ぜひお手合わせを。ああはいはい、あんたの出番はまだだから。友がよくやったのだ。その方らに席はない。そうしょげ帰るな。あいすみませぬ。サコ、私は博打を打ちに来たのだろう。相手をしなくていいのか。あんたの博打の相手は最後の最後さ。そん時バーンと命張りだ。ケイには私を送ろうとでも言うべきかもしれないが、こんなものを得たところで特に喜びはしないだろう。帝の御
古書を騒がし立てまつるは不敬ではないかね。用事済ませたらとっとと帰りますんで、どうぞお構いなく。サコ、ケチョンの王に向かって無礼が過ぎるぞ。ケチョンの、え、何それ食えんの？その様子では過去の経緯を知ったわけではなさそうだ。過去？俺？そう、君だ。気になるかね。いや、全然。俺そういうの気にしねえことに決めたんで。油断？いやいや、するわけないっしょ。帝殺しの滞在人として名を残したいらしいな。物足りぬという顔をしているな、友よ。隠さずともよい。世にはわかる。まさか久秀すら退けるとはな。強運なのかそうでない。読めぬ。才は振られちまったとくりゃ、長か半か二つに一つ。いざ出たとと勝負。我らの博打の相手とは。へへ、十分秀吉様の代わりになんだろう。お前はうつけだ。とてつもない器のな。若き息吹を、運命を、明日を作れ。悪いけど、俺の明日はもう決まってんだ。将軍様、悪いけど俺らの博打に付き合ってもらうよ。この男はダメだ。さしいな。これは面白い。何を隠そう、余も博打には目がなくてな。おお、一人の男の先がかかってんだ。くれぐれもマジで頼むよ。言うに及ばずだ、友よ。始まりであるこの男との勝負、私は再び才を投げてもいいのか。そうなんだ。じゃあますます気合い入れなきゃだな。さあ、はったはった、バンバンはった、はってみよう。わっ、楽しんでもらえているかな、友よ。そうだな、ここでも少し趣向を凝らしてみようか。思うよ、これが天からの申し送りだ。一撃のもと朱に染めよ。さあ、紡ごうか、ともに後にまばゆき歴史の真を。人の勝ちってのはどんだけ無理ができるかだろう。勝手なんもの命っしょ。この熱を余は欲して
ピーター友よ、いいんじゃね。ホイット、あらよっと。お疲れさん、これであんたの昔も払い戻しだな。でどうよ、賭けに勝って何か手に入ったか。いや、私にはまだ何もない。ただ?いや、何でもない。まあいいんじゃね。あんたはこれからいろいろ手に入れてくんだからさ。ほれ、これはあんたにやるよ。迷った時の最頼みってのも悪くねっしょ。そんじゃな、勝家。待て、一つ聞かせてくれ。お前はなぜ私を誘った？なぜって、そりゃこれも一つの博打っしょ。